8世紀頃に胡洞元が描いた共主する孔子像2020年3月5日、中華民国総統の蔡英文は、米国在台湾協会のモリアーティ会長と会見した際に、共主で彼を出迎えた。共主は中国、朝鮮、ベトナム、日本の沖縄地方に残る伝統的な礼儀作法で、元はいつとも呼ばれた。まず左右の人差し指、中指、薬指、小指の4本の指を揃え、一方の手のひらをもう一方の手の甲に当てたり、手を折りたたむ。手のひらを自身の体の内側に向け、左右の親指を合わせ、両手を合わせることで敬意を表す。一般的には、男性は左手で右手を包むようにするが、女性は逆の所作となる。葬儀のような行事の場合は、左右が逆になる。敬意を表す側、表される側の双方の関係によっては、お辞儀などの身振りを加えたり、時には前後に揺れ動いて特別な意味を表すこともある。共主の習慣は中国、周の時代に遡ることができる。伝統的には親しい者同士があった時や、武人が対決する前に互いに共主をして敬意を表する時などに使用した。節句の日や祝賀の儀式の時は共主しながらお祝いの言葉を述べるのが一般的である。2003年に SARS の流行した後、台湾の中華民国行政院衛生所は感染症の拡大を防止するために共主不握手運動を推し進めた。具体的には礼儀の作法として直接相手の手に触れない共主を握手の代わりに用いることを市民に奨励した。長友は立場の低い人が高貴な人に向けて行う礼であり、拝礼に次いで丁寧な礼である。敬礼するときは直立し、手のひらを内側に向けて、両手で拳を握り、額の高さまで掲げ、90度以上、地面に到達するまでお辞儀をする。天一は上、いつとも言う。冠婚葬祭などの際に、新郎新婦や、喪主や祭主が、長老などに向けて行う礼である。敬礼するときは直立し、手のひらを内側に向けて、両手で拳を握り、約60度のお辞儀をする。お辞儀をするときに手を額より少し高く上げ、体を起こすときに自然に手を下ろしたり、手を袖に隠した状態にする。自一は、仲いつともいい、同輩が日常的に顔を合わせたり別れる際に用いる例である。お辞儀をするときは直立し、両手は拳にして、手のひらを下に向け、胸の位置から前に向けて水平に押し出し、約30度のお辞儀をする。体を起こすときに自然に手を下ろしたり、手を袖に隠した状態にする。度、いつ、または下いつと称し、目上の者が目下の者に対し返礼する際に使用する。これを行う際には直立し、手のひらを内側に向けた状態で両手で拳を抱え、30度程度のお辞儀をし、手のひらを少し下げ、体を起こす際には、自然に手を垂らしたり、手を袖に隠した状態にする。文武兼中国武術に関する場合や、武人が試合前に行う共主は、礼をする際に左足を一歩前に出し、右足はかかとだけを床につける。外側になる手指は、親指以外まっすぐに伸ばし、親指は少し曲げておく。これは、文を表す。内側の手は握って、拳とし、これは、武を表す。まっすぐ伸びた外側の手のひらを握っている内側の拳の表面に密着させる。手のひらを外側に押し出し、その後自然に両手を下す。以上の例のうち、長友は紀元前1世紀に成立した式考査本義などに登場する。儒者の歴域が当時その武将であった劉邦に会見した際、劉邦が侍女に足を洗わせていたため、これを無礼と感じた歴域は、本来すべき範ではなく、徴用して抗議を行っている。唐の高氏西へは、漢女皇帝記につけた注釈で、この徴用を上げた手を地面まで下ろすこととしている。また、天一、自一、度一は、前漢紀までには成立している、主来儀礼編にその名が見られる。敬意を示す人が多い場合は、敬意の表し方によって、徳、一、旅一、そば三一の三つに分けられる。徳一はその場にいる人それぞれに共主を行う。旅逸は対象者をいくつかに分けて、それぞれの人たちに向かって教習をする。蘇婆三逸は全員に対して一度に教習を3回行う。宗教の儀礼から見ると、中国人が香を持ち、祖先や神様を祀る礼や所作は、教習に由来している。これは、合掌が仏教に由来するのと同じように、一般的な礼の所作である。ありがとうございます。